今や甲子園の常連星稜高校。44年前、2年生エースが大舞台を沸かせました。何年前だ、4年前か。後に中日ドラゴンズのエースとなる小松辰雄さん。高校生離れした速球で夏の大会ベスト4に導くと、翌年ドラフト2位で中日に指名され、プロの道を歩みます。指名されたことはやっぱり嬉しく思います。うわ、息子とそっくり。なんか本当ジャイアンツファンだったんですけどもね、まあ、入るんなら、まあ、巨人か中日がいいなとは思ってたんですけどもね、金沢から近かったし。どこを考えてますか。別に考えなかったよ。地に示されるとずっと思ってたし、ちょっと。ドラフト2位の悔しさを晴らすようにプロ2年目から1軍で活躍。そしてプロ5年目。あ、優勝の時だ。小松投手、どうもおめでとうございました。ありがとうございます。今のお気持ちをまず聞かせてください。いや、もう最高の嬉しいですね。開幕戦以来の先発ですね。これはどうだったんですか。そうですね、開幕試合と閉幕試合と今近で2回しか先発ないですね、まあ、珍しいですね。ずっと抑えやってて、で最後のゲームで先発がいなくなって、じゃあ誰が投げるんだっていうことでね、まあ、俺しかねえだろうということでね、まあ、立候補したみたいな感じでね、もう投げさせてもらったんですけどもね、金沢で開かれた優勝パレードは地元のヒーローを一目見ようとこの人だかり。あの当時は巨人戦しか田舎の方はね、映らなかったんでね、なんとか頑張ってね、いいところを見せたいなっていうのはありましたね。背番号を20に変え、なおも進化を続けた小松さん。スピードガンの申し子と呼ばれる剛速球でタイトルを総なめし、球界を代表する名投手となりました。そしてやっぱり引退決めたっていうのは、やっぱり体力的なことですか。まあこの体でよくやったんじゃないかなと思いますね。本当親に感謝したいですね。やっぱり体力的なことですか。まあちょっとやらなかったな。ドラゴンズピッチャーの中では一番長くやらせてもらったんですけどもね、もうちょっとやりたかったね、あと1、2年。引退から16年、小松さんは一つの夢を叶えました。地元能登の食材を扱う居酒屋を名古屋市内で開いたのです。一応こう宣伝したので、近町でしたね。うちの田舎が港町なもんですからね、名古屋の人に美味しい魚食べてほしいなっていうのはあったんですよね。人気の店を切り盛りしながら小松さんは新たな夢を追っています。次のね、20番をつけれる選手を、ね、なんとか作りたいなっていうのはあったんですけどもね、もう3年で辞めちゃいましたからね。それからユニフォーム着てないんでね、もう一回行きたいなと思うんですけどもね、なんとか着れればいいんですけどもね。
石川で生まれた往年のヒーローは今も野球人として現役を貫いています。